こんにちは、ココアです。今回は久しぶりに1週間コーデやっていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はもうめちゃめちゃ久しぶりの1週間コーデになっていて、多分最後にやったのが3月とか4月とかだったと思うんですけど、なのですごく久しぶりの1週間コーデになっているので、ぜひね今回は最後まで見ていていただけると嬉しいです。で、今まで1週間コーデは毎月必ず月に1回やっていたんですけど、最近できていなくて、でその理由が、まあ、動画でもちょこちょこお話ししていたので知っている方もいるかなと思うんですけど、コロナであまりお出かけに行けていなくて、なので新しいお洋服を買いに行けていなかったですよ。なので新しいお洋服を買えないということは、新しいコーデの組み合わせとかもなかなかなくて、で去年と同じになっちゃったりとかするので、それだとつまらないかなと思って1週間コーデはできていなかったんですけど、今回ねいろいろお買い物をしたので、まあ去年のお洋服とかもあるんですけど、新しい1週間コーデ紹介していきたいと思います。で、最近お買い物したと言っても夏服というより秋冬物とかをよく買っていたりとか、アウター系をたくさん買っていたり、小物とかバッグとかをたくさん買っているので、あまり新しい組み合わせとかはないかなと思うんですけど、バッグを変えたりとか、まあ、新しい服も何枚かあるので、そちらを紹介していきたいなと思います。で、これからまた新しい夏服をネットで買ったりとか、いつも買っているお店から送っていただいたりとかしているので、それが届いたらまた来月も1週間コーデやりたいと思っているので、そちらの動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。で、今回はとりあえず7月バージョンということで、夏の1週間コーデをご紹介していきたいと思います。で、今回紹介するコーデで着ているお洋服は、最近の購入品紹介でも上がっているお洋服とか小物とかになっているので、まだ購入品紹介見ていないっていう方はアウトレットとかグッチでの購入品紹介とかいろいろね見ていただけると嬉しいなと思います。で、最近はお買い物に行けると言ってもあまりお買い物には行って行かないようにしていて、なのでまあアウトレットとかは行ったりしたんですけど、デパートとかいつもお買い物している担当の方に新しく入ったお洋服とかのものを写真で送ってもらって、で気に入ったものを送っていただくっていう感じ、こんな感じでねお買い物していたんですけど、いろいろ紹介できたらなと思います。で、今の時期梅雨ということで、今ね撮影しているのが7月中旬で、梅雨でもう毎日雨とか曇りとか全然晴れないんですけど、まあ、もうね夏で暑くなってきたということで夏コーデになっているんですけど、最近ディズニーに行って、でその時は晴れたりしてたんですけど、まだ今動画がアップされる頃梅雨明けされているかわからないんですけど、なんか今年の夏は梅雨の影響かわからないんですけど、あんまり暖かくなくて、で暑いって感じではなくて、まあ、ちょうどいい感じなんですけど、なんかあんまり夏感もなく、夜とかになったら涼しくなったりとか、ちょっと肌寒い時とかもあるんで、まあ今もう暑くなってきたりしたんですけど、今年はあんまり夏っていう感じもなく、まあ、コロナであんまりお出かけする機会もなくて、あんまり私服を着る機会もないと思うんですけど、たまにお出かけする時の最近のコーデ紹介やっていこうと思います。で、1週間コーデの企画は月に1回やっていたんですけど、最後にやったのが3月か4月で、春の1週間コーデの紹介ができていなかったりとかして、一気に今回は夏っていう感じの1週間コーデになるんですけど、参考にしながら見ていってください。で、今回もハイブランドたくさんあるので、ぜひ見ていていただけると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。それではどうぞ。
point of view。Thank you.